円空。円空、円空、寛永九年、1632年元68年7月15日、1695年8月24日は、江戸時代前期の修験像、開国像、仏師、歌人。特に、各地に、円空仏と呼ばれる、独特の作風を持った木彫りの仏像を残したことで、知られる。円空は一説に生涯に、 約十二万体の仏像を彫ったと推定され、現在までに約五千三百体以上の像が発見されている。円空仏は全国に所在し、北は北海道、青森、南は三重県、奈良県まで及ぶ。多くは自社、個人所像がほとんどである。その中でも岐阜県、愛知県をはじめとする各地には、円空の作品と伝えられる木彫りの仏像が数多く、 残されている。そのうち愛知県内で3000体以上、岐阜県内で1000体以上を数える。また、北海道、東北に残るものは初期像が多く、岐阜県日田地方には後期像が多い。多作だが、作品の一つ一つが、それぞれの個性を持っている。円空仏以外にも、多くの和歌や大般若京の扉絵なども残されている。群馬県富岡市の和之幸愚。 抜き先神社旧像の大繁栄行団官。現在は、千葉県三部郡芝山町の埴輪博物館所像には、神五年生美野国円空と記され、円空は、神五年すなわち、寛永九年、六百三十二年の出生で、美野国の生まれであるとされる。具体的な記事は不明であるが、寛成二年、七百九十年の友の茂木刑、近世紀神殿では、 円空の記事を、美の国だけが、花とし、これは、岐阜県橋間市竹花町とされる。よもぎ系の友人には、画家の三熊志向がおり、志向が、岐阜県高山市入川町の仙光寺を訪れており、よもぎ系は、志向を介して知った仙光寺の伝承をもとに、円空の記事を、竹が、花としている。また、下呂市に所在する、薬師堂の木札でも、円空の記事を、竹が、 花としている。先光寺所蔵の立ち竜案、円空承認画像、完成十二年、1800年作の罰にも、円空の記事を、竹が、花と記している。また、下路市金山町祖師屋の薬師堂に伝わる文政九年、1826年、作、円空彫刻霊国薬師の木札にも、円空の記事を、竹が、花としている。一方、 愛知県名古屋市中川区の嵐湖観音寺に伝わる、天保十五年、1844年の十八世、近世法院、清海雑記では、近世紀人伝を引用しつつも、円空の記事を、聖能アンパチ軍中村の生まれとして、長谷川君重は、アンパチ軍中村に、円空の痕跡が残されていないことから、実際に、円空の記事としての伝承が残されていたのは、 長良川を挟んで対岸に位置し、円空海祖の中観音堂が所在する、中島郡中村であるとしている。ほか、茨城県笠間市大町に所在する、月荘寺の観音像拝名に、御記事土作大名人とあることから、円空の記事を、岐阜県郡上市南町とし、記事堂、記事史と読み、円空の出自を記事史とする説もある。これに関して小島橋五次は、円空像の拝名には、 通常尊名のみが記され、文章を書く事例が見れない点や、円空の時代に、記事詩は記事屋と呼ばれている、木と本の読み違えなどから、ご記事詩作大明人は、ご本寺度作大明人作と読むべきであると指摘し、さらに、円空の愚上市南町出身とする説を否定している。円空に関する記録の最初の所見は、漢文三年。 六百六十三年十一月六日で、郡上市南町根村に所在する、新明神社の棟札によれば、同社の甘寺郡大御神とア阿賀伝大言言、八万大菩薩を造造している。これ以前に出家していると見られているが、円空の出家に関しても小説が存在する。近世紀神殿や清海、清塚井雑記近隣九十九人では、幼少期に出家したとのみ記しており、 清海雑記では、天外宗の僧となり、長じて、愛知県北名古屋市の高田でらにおいて修行したと、記していい。近隣九十九人では円空は最初は全門にあり、後に、高田寺で修行したとしている。一方、岐阜県立図書館所蔵の明治五年、1872年の、新州東派、本末一派寺院明細町15冊のうち10のように、 空を浄土真宗の僧とする説もある。さらに、円空は、郡上市南町のかゆ川寺において出家したとする説も見られる。これは完前神社急蔵の大般若教団館の文章を円空が18年前に出家即、同房林をした解釈して、その頃に、円空がいたかゆ川寺において出家したとする説であるが、谷口純造や小島橋ご次は、出家から、 発展法輪までの間には、歳月が存在することからこれを否定している。2014年時点で最古の円空仏は、郡上市南町の神明神社の所蔵であるが、初期の円空仏は、郡上市南町や郡上市八幡田町、関市、岐阜市など、岐阜県下に分布しているほか、周辺の三重県、愛知県にも分布している。初期の円空仏は、肖像が多い。関文六年。 1666年1月、広崎藩の城下を追われる。津軽藩日記漢文6年正月29日城や、北海道に分布する円空仏の拝名によれば、同年春には円空は青森経由で、蝦夷地、北海道の正木に渡っている。北海道の円空仏は、道南地方に多く分布し、同一形式の観音像が多い。 2014年時点で45体が確認され、現存像はこれに移入物6体が加わる。完成元年、1789年の菅江雅美、江戸賢治弁、江見主の再判によれば、工動軍世田名町の大田山の神社、大田権現には多数の円空仏が存在したと記しているが、これは現存していない。後に、に、木敷の弟子、 木敷白道による菊一路道一大記によれば安永7年1778年に木敷とともに北海道へ渡った白道は同社で多数の仏を実験したという。小島橋ご次は現存する北海道の円空仏は同一形式の観音像が多いのに対し菅山澄も菊井白道も大田山の神社の像は多種類の仏であったと記されていることから 大田山の神社の像を円空仏であることを慎重視している。円空仏はデザインが簡素化されており、ゴツゴツとした野生味にあふれながらも不可思議な美少をたたえていることが特徴で、一刀彫りという独特の彫りが円空仏の個性を引き立てている。一刀彫りというのは長い一本で彫り出したことに由来するが、実際には多数の彫刻刀によって丹念に彫られており、 なたで荒削りで掘ったに過ぎないというのは、ただの宣伝である。円空としては、民衆が気軽に拝める。現代で言えば、量産型の仏像として制作し、野に置かれることを望んでいたのだが、そのデザインが、芸術的に高く評価されたため、大事委員で秘仏扱いされることもあった。円空仏の総数は2015年時点での修正で、現存数が5298体。 うち入数が164体、所在不明、消失、盗難などの像は88体で、5298プラス88で、確認数は5386体。分布は愛知県の3241体が最多で、岐阜県の1684体、埼玉県の175体、北海道の51体と続く。円空仏には、 愛知県名古屋市の嵐子観音堂に伝来する観音三十三王元神や同時の千面菩薩など不揃いないたきれに尊像の目、美、口をつけた肖像が存在し、これらは骨破物と呼ばれる。また、荒子観音堂に伝来する菩薩立像は藤原町の像に円空が顔面と手を補修した補修物として知られる。 三重県三重郡小物町の名福寺に伝来する薬師如来、阿弥陀如来像は一材二両像が彫られた珍しい像で両面仏と呼ばれる。円空から高台の木敷も同様に日本各地で造物活動を行っており、のみコンの残った鋭い円空仏に対し表面を滑らかに加工し、後年には入和で穏やかな表情を有した木敷仏、微生物は 円空仏退避されている。目撃は、海野国出身の菊井像で、安永7年、1778年に、江戸地を訪れ、同地において、造造活動を開始したとされる。目撃は、同年7月に、二見郡や雲町の角正安を訪れており、所蔵を残している、初期の木物。角正安を訪れた、安永7年の農協町の存在から、 木敷が大田権現を訪れ、円空仏を実験して、造造活動を開始したとする説もあるが、木敷が円空や円空仏に直接した資料は残されていない。一方で、平成16年、2004年の調査で初期の木敷仏は、木敷と共に、江戸地を開国した弟子の菊井白道の作例であることが判明し、白道は菊井寺路道一大記において、 円空に直接言及していないが、太田権現で多くの仏を見たと記している。また、木敷は、蝦夷地開国以降も多数の円空仏が残されている、岐阜県高山市入川町の新聞寺院、千光寺を訪れているが、確実に円空仏を見た記録は残されておらず、円空と木敷の開国ルートは重ならず、円空仏と木敷仏の分布も異なっていることが、指摘されている。 さらに、平成27年、2015年には、青森県上北郡六湖町の海田寺に伝来する、釈迦如来像が、初期の木次器像で、安永7年、1778年の北海道、都道以前の作例であることが確認された。岐阜県下呂市の下呂温泉寺には、円空の全在同寺、全女流人の二像が伝来している。造像年代には、説あり、 ゲロ氏には元禄四年1691年の年季を持つ正面混合心臓二体が伝存していることから本臓も同年とする説もあるが造用と背面凡事の観点から上京元年1684年の作とする説もある一方ゲロ温泉寺には木磁記作の地蔵菩薩像も伝来している天明六年 七百八十六年六月二十日の年期を持ち、天明五年、七百八十五年に滞在していた佐渡島から一旦国境界の国へ帰郷し、二週間の滞在を経て第三回開国に向かい、岐阜県を訪れた際の作品にあたる。全国には円空仏と木磁器仏が両方伝来している場所も存在しているが多くは、いざしたものであり、下呂温泉寺は円空。 木敷が共に、造像活動を行い、両者の像が残されている、唯一の地として知られる。円空の書画には、富士山を描いた富士図が4点残されている。岐阜県岐阜市の円空美術館に収蔵されている、富士図は縦3 2 0トル、横4 6 5トル。高山市の個人急像のもので、噴煙を上げている富士の姿が描かれている。 江戸時代には、円空没後の宝永4年、1707年に宝永噴火が起きているが、円空の存命中に富士噴火は記録れていない。円空の残した4点の富士図はいずれも噴煙を上げた富士の姿が描かれており、円空が想像で描いたとも考えられている。一方でこの頃富士が小規模な噴煙を上げていたことを記す気候文もあることから、円空が実験した、 富士の姿を描いたとする説もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。